ご視聴ありがとうございます。前回の続き、今回は、スペースインベーダーの生みの、親である、西門智弘さんが、大東の子会社のパシフィック工業に、入社してから、スペースインベーダーの開発を、始めるまでの物語をご案内します。スペースインベーダーの開発者の西門さんって、子会社に入社したの？当時、大東は、子会社のパシフィック工業で、商品の企画、開発、製造をしていたんだ。本社の大東は、主に営業活動していたんだよ。開発や製造が、子会社で、本社が営業ってことかな。西門さんってどんな方なの？西門さんは、だんじり祭りで有名な大阪府の、岸和田市で生まれたんだ。何は子なんだ。そして、小さい頃から工作が好きだった西門さんは、故郷を離れて東京電機大学に、進学する。そして、大学の4年間を終えた西門さんは、オーディオの設計がしたいと、思い、オーディオレコードやプレイヤーを、製造していた会社で働くことになるんだ。しかし、希望であった設計の部署に、行くことはできず、1年足らずで退職、転職活動を始めるんだ。そして、友人の紹介で大東の、子会社であるパシフィック工業に、入社することになる。ここで、大東の登場。前職では設計、開発ができなかったので、ものづくりができることを期待して、パシフィック工業に入社したんだ。この頃の、ゲーム業界は、まだエレメカの時代だった。エレメカ？エレメカとは、機械と電子機器を使ったゲーム機のことだよ。おお、レトロだね。そして、西門さんは、ゲーム業界のエレメカ時代、そしてビデオゲーム時代を経験してゆくんだ。この頃の経験が、スペースインベーダー誕生に、大きく影響してくるんだよ。1970年代の、ゲーム業界。ここで、お知らせがあります。大東の創業時の会社名は、大東貿易と言います。1972年から大東という会社名に、変更されました。今回は、大東で統一させていただきます。よろしくお願いいたします。入社すると、西門さんは、製造や製品検査などの仕事を、1年余り経験する。それから、技術部に配属となり、量産のための設計作業を、することになったんだ。設計の仕事は、楽しかったらしく、西門さんは精力的に、働いた。そして、1969年に、開発部へ配属が決まったんだ。おお、念願の開発部。そして、開発部に入って早々、西門さんはゲーム機をヒットさせるんだ。開発したのは、戦闘機のシューティングゲーム、スカイファイター。スカイファイター。西門さんは、後のインタビューで、当時ゲームセンターでは、セガのペリスコープという潜水艦を、駆逐するシューティングゲームが、人気だったんです。これを踏まえて、戦闘機を使い、潜水艦にはないスピード感や、迫力のあるゲームを演出しようと、思ったんです。できる限り実物に近いフィーリングを、演出したいと考え、ゲームの標的にはリアルなミニ模型の、飛行機を使うことにしました。透明のドラムに空と雲の、フィルムを貼って回転させる工夫を、凝らしたりしましたよ。開発を無事終え、マシンを正面から見たときは、本当に戦闘機が飛んでいるように、見えて、鳥肌が立つくらい感動しましたよ。冒頭でも案内したんだけど、西門さんが、入社した当時、ゲーム画面をビデオモニターに、表示するビデオゲームは存在していないんだ。この頃の、ゲーム機は、機械と電子機器で開発を、するんだよ。機械と電子機器？そう、プラスチックでできた、潜水艦を機械と電子機器で、操作するんだよ。この頃のゲーム機は、エレメカゲームと言われているんだよ。エレクトリックとメカニカルなゲームってことかな？まさに職人芸だね。この頃のゲームってすべて開発者の、手で作り上げていくんだね。なんか、面白そうだね。今のゲームは、すべてバーチャルなものが、多いからね。西門さんは、後のインタビューで。エレメカの頃は、アイディアをイメージしながら、手で触って作り上げる喜びがありましたね。僕は、エレメカのゲーム作りが一番好きだったんですよね。そして、西門さんのデビュー作、スカイファイターは、行列ができるほどのヒット作となったんだ。デビューで、いきなりヒット作品、すごいなぁ。しかし、ここで西門さんは、資材部への異動を言い渡される。どうして？どうも、
資材部に欠員が出たみたいで、人員補充のためだったらしいんだ。資材部への移動は、西門さんにとって大きな転機となるんだよ。ここから、西門さんの新しい部署での、仕事が始まるんだ。業務内容は、至って単純。外注会社や部品メーカーへの、注文書を書くというものだった。そして、事務作業を集中して、効率よく行えば、かなりの空き時間を捻出できて、その間に新しいゲームの、アイディアの構想に当てることができたんだ。そんな生活が、数ヶ月が続いたある日。資材部のオフィス。開発部長。元気でやってるか？あ、はい。西門、これでも読んでろ。これなんですか？デジタル IC の参考資料だ。え？これからは、このデジタル IC を使う時代になる。お前、暇そうにしているからこれでも、読んでみればいい。ありがとうございます。西門さんは、当時を振り返ってこう言っています。資材部に移った自分のことを、部長が気にかけてくれている気がして、とても嬉しかったですね。西門さんは、事務作業の空き時間に、部長にもらったデジタル IC の、本をボロボロになるまで、読み込んでいった。そして、少しずつデジタル IC に、関する専門知識を蓄えていったんだ。資材部の空き時間に、考えたゲームのアイディアや、IC の専門知識が、その後の西門さんのゲーム開発の、基礎となっていくんだ。充電期間だったのかな？ビデオゲームの登場。いつも通り、会社へ出勤した、西門さんは、あるゲーム機と出会うことになる。会社のオフィス。おはようございます。おう、西門くん、おはよう。あれ、これなんですか？ビデオゲームってやつさ、アメリカの当たり者から買ってきたんだ。向こうでは、爆発的に売れているらしいぞ。ビデオゲーム。部長にもらったデジタル IC の、本にも少し書いてあったような。西門さんは、マシンの箱を開けてみた。基板があるな。デジタル IC がびっしりと、並んでいる。西門さんは、IC 基板の実物を見たのは、初めてだった。西門さんは、試しに電源を入れてみて、同僚と一緒にプレイしてみたんだ。これは、面白い。初めての感覚だな。これが、ビデオゲームか。西門さんが、生まれて初めてプレイしたビデオゲームだったんだ。このゲームは、当たり者のポンというゲームで、ビデオゲームの元祖と言われている。ここからビデオゲームの歴史が、始まるんだ。この頃のゲーム業界は、当たり者を中心とした、アメリカのゲームメーカーが世界最先端を、走っていた。西門さん。アメリカはここまで進んでいるのか。レベルが違いすぎるぞ。その後、当たり者のポンは、日本でゲームセンターに設置されるようになる。セガやタイトーなどのゲームメーカーは、当たり者からポンの基板を、購入して、外見や名前を取り替えて、販売し始めたんだ。タイトーは、エレポンという名で販売。セガも同様に、ポントロンという名で販売した。当時の日本のゲームメーカーでは、開発できなかったため、基板を取り寄せ、外側だけを取り替え、名前を変える。悲しくもこれが日本におけるビデオゲームの、幕開けだったんだ。アメリカと日本のゲーム技術の、差は甚だしかった。悔しいなぁ。ビデオゲーム開発へ。そして間もなく、西門さんは、開発部に呼び戻される。この頃には、西門さんは、会社で最も IC に、関する知識を持つ人材に、育っていたんだ。地道な勉強が、実を結んだんだね。そして、開発部での最初の仕事は、当たり者のビデオゲーム、ポンの解析だった。西門さんは早速、同僚とビデオゲーム、ポンのゲーム基盤を解析して、これを回路図にすることを始めたんだ。西門さん。IC 回路の勉強は、していたとはいえ、実際に回路を解析すると、大変だな。まずは、大きな白紙を壁に貼り、ゲーム基板に搭載されている IC の、回路図を書くことにした。小さい基板を専用ルーペで、拡大しながら、細かな回路を一つ一つたどり、それを図形にしていった。どの回路がどこと繋がっているのか、電流は、どう流れているんだ？西門さんは、テスターを使いながら、回路を一つずつ調べていった。休日はほとんど返上。そして、
1ヶ月をかけて、全回路図を作ることに成功したんだ。壁一面に広げた大きな白紙が、黒ペンで書かれた回路図でびっちりと、埋まった状態になったんだ。西門さん。やっとできた。しかし、全然わからん。当時はまだ、IC を使った電子回路の、黎明期、IC 回路に精通している人材は、まだ少ない時代だったんだ。西門さんは、当たり者のポンに付属していた英語の、取扱説明書を参照しながら、少しずつ原理を理解していった。ふむふむ、ここの回路は、こういう役割なのか。当たり者の技術は、すごいなぁ。しかも、IC 基板からブラウン管に、ゲームを映し出す発想は、面白い。アメリカらしい。アメリカの当たり者は、1972年創業したゲーム会社で、技術力のある多くの、ヒッピーがたむろし、会社は常にマリファナの匂いと、ロックの大音響で満たされた、自由奔放な空気が漂う会社だったんだ。そして、当たり者は、急成長し、アメリカのゲーム業界を、代表する会社へと成長していった。後に、アップルの創業者である、スティーブ・ジョブズも40人目の、社員として、入社している。西門さんは、最初は意味不明だった回路も、少しずつ理解が進み、4ヶ月ほどかけてビデオゲームの、原理を理解できるようになったんだ。よし、だいたい、ビデオゲームの仕組みはわかった。次は、ビデオゲームの開発に挑戦だ。西門さんは、ポンの分析から得た知見を、使って、早速ビデオゲームの開発に、乗り出すことにしたんだ。当たり者のポンのゲーム基盤を、研究し、独自の内容を加えて完成したゲームが、1973年に、完成した、サッカーというゲームなんだ。西門さんが開発したサッカーは、国産初のビデオゲームと、言われているんだよ。ここから、西門さんは、次々とビデオゲームを開発していくんだ。1973年に、デビスカップ。そして、1974年には、ドライブゲームのスピードレースシリーズが、大ヒットするんだ。西門さんが、開発したスピードレースは、アメリカでも販売され、日本のビデオゲーム黎明期の、代表するゲームの一台となったんだ。その後、1975年に、ウエスタンガン、インターセプターを完成させる。その頃、西門さんは、ゲーム基盤の研究も進めていたんだ。研究対象は、もっぱら、アメリカ製のビデオゲームだった。西門さんは、ゲーム機のロムに格納されたマシン号、ノート片手に、一つ一つ逆アセンブルしていった。そんなある日、日夜アメリカ製ゲームマシンを、分解し研究していた西門さんは、あれ、このゲームの回路、今までと違うな。インテル？分解したマシンには、インテルの CPU が搭載されていたんだ。アメリカのゲーム機は、技術革新がさらに進み、組み込み IC から、CPU 搭載に進化し始めていた。アメリカの技術革新は、早いねー。世界で初めて CPU を、使用したビデオゲームは、ミッドウェイ社のガンファイトと、いうゲームなんだ。さらに、ミッドウェイ社は、CPU 搭載のビデオゲームを、発売する。その名は、シーウルフ。シーウルフ。シーウルフは、大ヒット。この CPU 搭載ゲームの、登場が、スペースインベーダーの開発の、大きなヒントになったんだよ。今回は、ここまで、次回はいよいよ、西門さんがスペースインベーダーの、開発に挑戦します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。